今回 YouTube チャンネルが復活しました。ありがとうございます。これは皆さんのおかげです。私のおかげではない。今回チャンネルがなくなった経緯、チャンネルがなくなって皆さんから届いた熱い思い、それに対しての私の気持ち、この復活したチャンネルを今後どう運営していくのか、そこについて動画が3本立てになってます。よかったら最後までこの私の熱い思いと動画がなくなった経緯、復活した思い、すべてを聞いてみてください。どうぞ。この度は登録者35万人いた YouTube アカウントの停止において、今まで見てくれてた皆さんにお詫びを申し上げたいと思います。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。今回この動画では、このアカウント停止となってしまった経緯、今後の YouTube 活動においてお伝えしたいと思います。まず今回のアカウント停止の経緯なんですが、私の軽い気持ちでアカウントが停止されました。これは全て私に責任があって、 YouTube 側に責任があることではなく、異議申し立てして復活する内容ではないことが事実です。私は Gmail アドレスを使って複数チャンネルを作っておりました。主にメインのチャンネルが35万人、サブチャンネルが1万人弱、あとはほとんど更新をしていないチャンネルがありました。その中で一つ、この数ヶ月前に動画を5本ほど作りました。この動画の内容によって著作権の侵害に当たってしまいました。その内容というのは、外国人のイラストが動く動画でした。これは私が作ったイラストではないので、完全に著作権に引っかかるのはなんとなくは分かっていました。実際著作権の侵害として報告をする人が少なかったということを私は軽く感じていて、載せてしまったことが、今回の出来事の発端になると思います。このイラストが動く動画、これを外国人向けに私はチャンネルを作り配信をしていました。登録者というのはなかなか増えず、動画もなかなか回らず、これはやはりダメだな、そんな時間使うならメインチャンネル使った方がいいなと感じているところでした。そしてその5本のうち1本がまず著作権に引っかかっていました。その続いてもう2本同時に著作権に引っかかってしまい、動画が全て消え、チャンネルがいつの間にかなくなったということでした。その1つ目の時に警告がどうやら Gmail の方に来ていたんです。私が気づいた時にはもうチャンネルがなくなってしまいました。そこであれと思って Gmail を開いたところ、一つ目の著作権侵害で7日間の猶予があるって書いてました。その7日間の猶予のうちに動画を削除したり何かしらの対応をしていれば、著作権の侵害一つ目に当たらなかったという形になります。そこ7日間が過ぎてしまい、そこからもう2つ同時に侵害というのが届いており、そこで3つの侵害をしてしまったことによってそのチャンネルがなくなってしまいました。その時にはそのチャンネルがなくなっただけだったんですけども、ここから1週間ぐらい経ち、この度メインのチャンネル、サブのチャンネルも一発でなくなってしまいました。そこは Gmail アドレスが同じで、著作権をしてしまったチャンネルとリンクされているということで、その2つもチャンネルが消えてしまいました。で、このチャンネルが元通りになるかどうかというのは、侵害してしまったチャンネルが元に戻らない限り、そこにリンクされているメインチャンネルとサブチャンネルは復旧できないという内容です。もし仮にメインのチャンネルで何か侵害をしてしまっていたのならば、そこで申し立てをすることができるんですが、侵害をやってしまったチャンネルがメインとサブではなく、異議申し立てをすることができなく、メインのチャンネルとサブのチャンネルの復活は難しいということになります。届けます。どうぞ。視聴者の皆さん、前回の動画でいろいろこの YouTube への思いお話ししたと思います。本日動画撮ってる日は4月1日、何の日かはさておいて、私は数日考えましたよ。動画を1本押したら、こんなにも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 いろんなコメントが来ましたよ。私の心はね、熱く揺れた。みんなの気持ちが私には響いた。この10年間 YouTube やってきて、チャンネルが消えて、収益もゼロになって、10年間の熱い思い、毎日動画作ったあの日、初めて100万回回った動画の思い、この動画は絶対100万回行くって思って作った動画が1万回も回らなかった日、すごい簡単に作った動画が50万回回って驚いた日、いろんな思いがこの10年間で YouTube にありましたよ。そしてこの YouTube チャンネルが全部消えた日、私は YouTube なんか嘘くらいと思いましたよ。だけどね、視聴者の思いは裏切れない。消えた動画2000本ぐらいある。この YouTube の野郎、動画作った時間返しやがれ。動画にくれたコメントのみんなの熱い思い、マジでこの野郎ってね、私は思いましたよ。だけどね、動画は全部スマホに残ってるんです。またタートルはね、作った動画を全部 YouTube に載していきますよ、みんなのために。待ってろよみんな。また1から2枚目のあの盾を取りに、私はスタートします。この思いがみんなにもし届いたんだったら、今から載していく動画1本ずつに、みんなの思いとグッドボタン、動画のシェア、インスタグラムやツイッターで私の動画のシェア、協力してほしい。もう一回あの盾を一から取りに行く。この思いは絶対に変えない。またやってやりますよ。YouTube。見とけ YouTube。登録者、今まで35万人。数本バズったら行くんですよ、それぐらい。みんなの熱い気持ち受け取りました。みんなも私の熱い思い、もし届いたんだったら、載していく動画全部、一人一回グッドボタンとコメント残してほしい。そうすれば動画がどんどんたくさんの人に見られて、登録者は帰ってきてくれる。必ず、今いる登録者少ないけど、みんな一緒に力を合わせて、
頑張ってほしい。もしこの気持ち届いたんならコメントで待ってます。はい、ありがとうございました。皆さんの思い、私の思い、しっかり皆さんに届いたと思います。今後この YouTube チャンネルでは、今までは少しきつい運動も載せてましたが、これからはできるだけ皆さんが最後まで動画を見ながらできる運動メニューを載せていきます。そうすることで皆さんも日々の習慣になって、結果的に体が変わることにつながっていきます。やっぱり動画を見てやめようかなとか、少しやったらいいけど難しかったなってやめてしまうと、やっぱり体は変わりません。できるだけ皆さんにやりやすい動画を配信していきます。今回このチャンネルの復活を記念して皆さんにプレゼントがあります。説明欄にあるメルマガもしくは LINE 公式を登録してもらうと、短期で痩せるための食事教材10ページ、痩せるための基礎運動知識8ページ、ダイエット食事ガイド86食材、最後に痩せる裏技辞典、電子書籍53ページをプレゼントしています。今すぐ登録してもらうことで、皆さんのダイエットに心強い味方になってくれると思います。そしてさらに YouTube で今まで体が変わりにくかったよっていう人は、説明欄にあるオンラインレッスンにぜひ参加してみてください。このオンラインレッスンでは、Facebook グループを作って、皆さんが食事の共有をしています。皆さんの総カロリー、PFC バランス、そういったものを一緒に計算をして、目標を立てて、毎朝3分のストレッチの課題を提出、週に1、2回のオンラインレッスン45分、上半身の日、お腹の日、足の日、全身の日、有酸素運動の日、ミーティングの日、といった感じで1ヶ月行っていきます。1ヶ月たったの1500円で受けられます。1回のレッスンにしたら150円あたりです。ダイエットは1人じゃうまくいかない。そう思ってるのは事実です。みんなで一緒に体型を変えたい人はオンラインレッスンへレッツゴー。これからもタートルフィットネスで一緒に体を変えましょう。